赤衛星雲は基地の最も若い惑星上星雲である。祭壇座の方角にある。カール・ゴードンヘン・アイズは1967年に赤衛星雲を A または B 型の Hα 線放出性と分類した。1971年にはプレ惑星上星雲だと観測された。1989年に上の観測によって 惑星上成分であることが発見された。パートサーラティラは、この出来事によって放出された光は、約1万8000年を旅して、1975年以降、おそらくは1987年に地球に届いたのだろうと結論付けた。1995年、惑星上成分の核が、1987年から1995年の間に3度にわたって消えかかった。 白色矮星であると観測された。惑星上星雲の核は太陽質量の約0.6倍と推定され0.3秒離れたところに万星が観測された。星雲の質量は太陽質量の0.015倍と推定された。高度は太陽高度の3000倍と推定されている。ウィキメディアコモンズには赤い星雲に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。